King of Sports New Japan Pro Wrestling It's the episode we've been waiting for, the finals of Tag Team Turbulence here on New Japan Strong. Hi, everybody. Kevin Kelly and Alex Kozlov here with you at ringside. And it will be the main event tonight, of course. Tag Team Turbulence, the 8-team tournament, wraps up tonight. But before we get to that, Alex, how about these gems? We're going to kick things off with Bateman versus Kevin Knight. What an opportunity for the young lion. Absolutely. And Kevin Knight, obviously, has so much potential in his career, so much he has yet to accomplish, but he's got quite a challenge, an unpredictable enigma of sorts that is Bateman. That's gonna be a good one. Six-man tag team action in our semifinal, Mysterioso and the West Coast Wrecking Crew against Fred Rosser, Carl Fredericks, and Adrian Quest. I don't think I care about anybody else in that match, but Big Poppy Punt makes his return to New Japan Strong. Can't wait. I hope we learn more about Mysterioso here on the broadcast. And folks, our main event, as we said, the finals of Tag Team Turbulence. It is an all-star match between the Good Brothers, Machine Gun Carl Anderson and Doc Gallows, against Violence Unlimited, Brody King, and Chris Dickinson. Pick a winner, Alex. Well, the Good Brothers, has been about 5.5 years since we have seen them in New Japan, and they have an opportunity to remind all of the New Japan fans what they were all about when they face Violence Unlimited. Will it be the boys who win, or will it be Big Bad Brody King and Chris Dickinson? We'll find out in our main event, the finals of Tag Team Turbulence, here tonight. オープニングマッチ15分一本勝負を行います。お待たせいたしました。ニュージャパンストロングの時間がやってきました。エピソード51タッグチームタービュランスです。さて、ご案内はいつものように私清野茂樹と、そして今回は柴田勝頼選手の解説でご覧いただきます。柴田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、入ってきたのがケビン・ナイトです。 LA 道場の選手、もうポテンシャルの塊みたいな人ですよね。いや、いいですね、ケビンは。はい、もう一芸入試といいますか、ドロップキックで本当にあっと言わせるというそういう男です。もうやる気がこうみなぎってますよね、入場から。確かに。さあ、そのケビンの力というのが通用するかどうか、相手はこちらベイトマンです。面白い、組み合わせですね。いやこれ入場の仕方からも全く違いますよね。まあ、対局というか、まっすぐ進んできません。体を横に揺らしてます。一直線で入場してきたケビン・ナイトとはもう真逆のスタイルです。キャラを持っています。最近は、はい、この人はバレット・ブラウンと、ね、結託しまして。あ、そうなんですね。はい、はいはいはい、コンビを組んでます。さあ、独特のリズムです。入ってきました。いや、でもでかくなりましたよね。
デートナー。そうですか、はい、まあ結構ね、やられるときはあの頭から突き刺さる突き刺さりがちな人です。突き刺さったり突き刺したり。そうなんです。割とその姿というのが印象に残っておりますが、さあそれでは今日の相手ケビン・ナイト、面構えがいいですね。そうですね、もう真っ向勝負でいってもらいたいです。はい、相手から目を離しません、そらしません、はい、さあ試合スタート。こういうあの、はい、なんと言いますか、視線と言いますか、こういうのも指導されてるんですか柴様。指導というか何ですかね、このもう今リンゴンが鳴った瞬間に真ん中まで行ったのは、はい、あの俺だったらこうするっていう話で伝えてますね。あ、そうですか。リングが俺が若手だったら、はい、必ずリングの中央を先に取る、はい、まあその通りまずはリングの中央に出ていきました、はい、ケビン・ナイトです、まあ、みんなねあの成長する、ね、過程でいろいろ自分なりにね、あの教えられたことだったり、はい、いろいろ自分なりに解釈して自分のレスリングにつなげていければいいなと思って教えています。はい、あ、今のうまいですね。足をかけてテイクダウンです。はいはい、そんなに力負けしないと思いますよ。あ、そうですか、はい、ケビン・ナイトじゃあ力も強いんですか。じゃあ力強いですね。お、力強いというか本当になんか体の使い方が上手ですね、はい、瞬発力というか、かといってスタミナがないわけではないんで、はい、すごくこのいいバランスというか、うん、なんかもう本当に恵まれた体格というか、ブリッジしててもこのなんか背中の筋肉とかすごいんですよ。お、まあそうですよね。もう少し体重は増やしてもいいかなと思いますね、はい、なるほど。さあロープに飛ばしていきます。ああ、確かに力負けしないですね、うん、気持ちでも負けてないですね、はい、ショルダータックル、いい、ね、お互い引かない、はい、倒しました、いい、ね、自分よりも大きな相手を倒します。これあのショルダータックルってよくプロレスで見られますけども、はいはい、やっぱりこう力とか体の大きさだけではない部分っていうのがあるんですか。はい、うん、まあそうですね、やっぱりあのやったことない人間は吹っ飛ばされるでしょうし、はい、あのタイミングはやっぱり、うん、全てはタイミングだと思います。なるほど。さあそして担ぎ上げようとしますが反対に、うん、切り返しました。ベイトマンです。後ろからうわ、回転を加えている首筋に、そうですね、後頭部行きました。んー、ちょっと手がしびれましたかね。後頭部に叩き込んでいきましたエルボー。まあでも最近はあのこうやって映像なんかもね、選手自身も見返すことができますから、はい、そうですね、柴田さんの時代とは随分変わりましたよね。変わりましたね。こんな風にね、試合一試合一試合残らなかったですね、はい、柴田さんはですから、はい、あのご自身のそういうこう試合っていうのは後で映像で見返すっていうのはなかなかこうできなかったわけですよね、まあ、当時は見るやつは見る試合は見てましたけど、はい、なかなかそんな映像があるわけではなかったんで、まあそうですよね。当時はあの試合、まあ、テレビマッチがあっても全部がオンエアされていた時代ではありませんでしたし、はい、そうですね、徐々に自分が入門してその後にあのケーブルって、はいはい、それでいろいろ見れるようになってきたかなっていうところですかね。なるほど、確かにそういう時代でしたね、はい、あ、ヘルボースマッシュ切り返していきます。攻め込んでほしいですね。そうですね、ちょっと腕を押さえ、あ、クロスチョップ、強烈です。やっぱり一発が重いですね。喉に入りましたかね、はい、ちょっと咳き込んでます。攻め込んでいく動きが止まってしまいましたケビン・ナイト。ちょっとコーナーで動きが取れません。結構このベートマンはあれですね、首
から上、はい、攻めますね。確かに、はい、その首への伏線という意味で狙っていったんでしょうか。いや、クローズチョップやる人あんまりいませんもんね。まだ効いてます。ケビンもこの、ね、今のこの時期にいろんな技食らっておいた方がいいですよ。やっぱり技っていうのは一回食らうと食らわないでは随分違うんでしょうね。全然違いますね。いろんなサイズの選手と試合をして、はい、いろんな技食らっといった方がいいです。はあ、自分の経験値になるんで、経験しないことが一番面食らっちゃうんで。なるほど。まあ言ってみれば免疫みたいなもんですよね。そうですね、はい。ああ、エルボー。やっぱり一発が重いんですかね。重いですね。ベイトマンがロープのハンドをつけますか。ドロップキックいった。いいですね。ここからもうこのまま行ってほしいですね。はい。ここで休まずに。ただ声はよく出てます、ケビン・ナイト。得意のドロップキックが出ました。攻め込んでいきます。あ、ここどんどん攻めるのいいですね。いいですね、はい。あ、しかしエルボーで止めます。一発が重いベイトマン。お、突き刺しますか。背後に回ってロープに飛ばす、持ち上げた、ボディスラム。カウントは2つです。よく投げました。ケビン・ナイトが両足を抱えて、さあボストンクラブ行きますか。狙いに行きます。手足長いですね。あ、そうですね。ベイトマン簡単にステップオーバーさせません。あ、やっぱり難しいんですね。そうですね。で、手足長い相手では結構ターンオーバー難しいですね。難しいですか。決めさせませんベイトマン。おお、強烈。結構柴さん要所要所でこのエルボー来ますね、はい、エルボー来ますね、はい、ベイトマンのエルボ ー、また来た。右のヒレにサポーターを巻いています。うわー、来た、ボディアタック。かなり遠くから飛んできました。ショルダーアタックル。おー、来たー、いいっすね。ショルダーアタックル正面からミサイルのように、はい、真横に飛んできます。いやー、さすがでもケビンの動き早いですね。動き早いですね、はい。そして、あー、膝もろに食った。そのままスモールパッケージ丸め込んだベイトマン。カウント2つです。ローリングエルボ ー、ことごとくこのエルボーで動きを止めます。そして、あ、突き刺しますか。あー、来たー、ツームストン落とした。カウントは3つ入った。返せなかった。最後はやはり突き刺しました、いやー、柴さん、はい、まあ、最後は得意技決めましたけど、そうですね、割と試合見てるとエルボーが流れを変えたように見えましたね。結構徹底した首攻めでしたね、はい、最後もね、首へのダメージで、はい、いや、ですからその辺ベイトマン考えてますよね。いや、考えてますね、こんな見た目ですけど、はい、すごい考えて試合やってると思いますよ。この、ね、見た目となんかこう悪の強さというか、キャラクターそこにね、騙されてるのかもしれないですね。かもしれませんね、首にしっかり狙いを定めたエルボーから最後は突き刺しましたパイルドライバー、ベイトマンが LA 道場のケビン・ナイトを仕留めております。第1試合シングルマッチをご覧いただきました。第2試合20分一本勝負を行います。さて、続いて第2試合は6人タッグマッチをご覧いただきます。まずはウエストコーストレッキングクルーと呼ばれる2人の登場です。さあ、出てきました、ジョレル・ネルソンとロイス・アイザックス。さらにここにミステリオッソが加わりますトリオという形になりますね、
ロイスがいいですよね。あ、柴田さん評価高いんですね。はい、すごくいい選手だと思います。まあ、割とあのタッグチームですけど、はい、ロイスが出ること多いですよね。そうですね、まあ、タッグチームとしてのなんか役割というかあるんでしょうね。はあ、なんでここにミステリー要素が加わったのかは分かんないです。うん、まあまあ6人タッグっていうことで、はい、どう機能するか、はい、まあ、いつも組んでる2人にこう1人加わるっていうのはなかなか難しい部分もあるんでしょうか。どうですかね、まあ、蓋を開けてみないと分かんないんで、はい、さあそれでは試合を注目してみましょう。先に入場しましたタッグチームタービュランス。このタッグのトーナメントは敗退いたしました。ロイス・アイザックスとそしてジョレル・ネルソン。さて続いては LA 道場のカール・フレドリックス。入場テーマが聞こえてきました。さあカール・フレドリックスといえば、先だってはあのストロングのタイトルマッチ、はい、トム・ローラーと対戦がありまして、はい、まあ、それ以来の試合ということになりますね。なるほど、はい、これはですね、この3人だとカールの入場曲でそういうことになりますね。入場するんですね、はい、キャリアではフレッド・ロッサーの方が断然上なんですけども、今回はカール・フレドリックスの入場テーマです。さあ、エイドリアン・クエスト。そしてフレッド・ロッサー。最後にコールを受けます、まあ、チームリーダーと言っていいでしょう、カール・フレドリックスです。カールとフレッドの組み合わせっていうのもなんか面白いですね。あ、確かにそうですね。でもあのこうやってフレッド・ロッサーと並んでも体格的に全然見劣りないですね。そうですね、あとフレッドがちょっと絞りましたね。あ、なるほど、ちょっと絞ってますね。でカールがちょっとこう大きくなったような印象があります。かもしれないですね、まあ、コンディション良さそうなんで、はい、さあそれでは6人タッグマッチ見てまいりましょう。まずはミステリオッソとエイドリアン・クエストの組み合わせになりました。この2人の対戦です。まあ、2人ともあの西海岸にね、はい、いるわけですよね、普段はね。そうですね、まあ、2人ともねメキシカンというか、はい、比較的この LA 道場にまあ近いところを本拠地にしてると近いからよく来る、はい、まあ、そういうのもねある程度大事と言いますか、大事ですかね、はい、さあクリーンにブレイクします。さあ手をつけてスタートいたします。腕を取っていくエイドリアン、得意の動きを見せます。おお、回転して投げを見せる。ミステリオスの動きを読んでます。おー、いやー、キレありますね。ありますね、はい、エイドリアンクエスト、まずは自分のコーナーに持っていきます。そしてフレッド・ロッサー、あの今みたいにコーナーにこう背を向けて持ってくるじゃないですか、はい、持ってきたじゃないですか、はい、俺はあれはやるなって教えてます。と言いますのはこれは相手側に背を向けるっていうことになる。いやっていうか、自分が、はい、そのね、首をがぶった状態でこう、はい、タッチもらいたいからいるじゃないですか、今みたいに逃げられちゃうんですよ。はーはーはー、だったら俺は逆、相手をしっかりあのがぶった状態で相手をの体をコーナーに押し付ける。ああ、押し込んでいけと、はい、でタッチしたら逃げれないんですよ、はい、なるほどなるほど、はい、確かにそうです、挟まる形になりますからね。そうですね、
あ、そうこうしてるうちに試合がちょっと動いてきた、はい、出てきました、アイザックスですね、これがロイス・アイザックスです。リング上フレッド・ロッサーが持ち上げるボディスラム、そしてヒップドロップ得意にしています。でもこの2人なんかいいですよね。そうですねどっちもなんかすごい元気っていうか、はい、まあ、フレッド・ロッサーも今度行われますロスで開催される、はい、有観客の大会、はい、出場が決定しております。そうですね、まあ、非常にいよいよ有観客の試合が始まるということで、気合も入ってるでしょう。いよいよ始まりますね、長かったですよね、1年無観客ですからね。そうですね、どんな風になるか、あの人が、ね、ずっといない状態で試合してたじゃないですか、はい、ああ今のタックルいいです、うん、あ取り返す、でこれから人が入った時に選手がどういう、ね、何か変わるものがあるのか、うん、ちょっと面白い、楽しみです。いや楽しみですね、うん、さあ同時に出てきました、うん、さあ連携が見られます。ロイス・アイザックスからそしてホイップしたジョレル・ネルソン、キックを見せます。抑え込んでいくミステリオッソ、今のね抑え込みもね、はい、あんま良くないんですよ。あ、背中でカバーする感じですか。背中でカバーしてたらね、はい、あのね首取られちゃいます。俺だったら首 取っちゃいます、ね、あ隙があるカバーですかね、うんうん、足一本しか押さえてないじゃないですか、結局、はい、で相手の、ね、胸元に自分の首があるってことはあのスリーパー取るの簡単に取れちゃうんで、なるほど、結構ね良くないなっていう。いやいや、まあ、細かいことなんですけどね。いやでもそういう細かいところすごく興味ありますね。もうやってる人にしかそれはもう分からない部分です。そういうまだこうね荒っぽいところが見え隠れするのがストロングです。さてタッグチーム連携が早い、だいたいあのジョレル・ネルソンがちょっと短めでアイザックスが長いんですよね。長い、はい、持ち上げてパワースラムいった。いや本当にパワーありますよね。はい、あちょっとフレッド・ロッサーと激しくやり合います。しパワースラム食ったエイドリアン、ちょっとまだダメージがありますね。ありますね、はい、まあ、体格差もありますし、この中で一番小さいんで、はい、捕まってしまいました。ジョレル・ネルソン、あ肘を使ってこすります。あこれうまいですね。なかなかカールが中に入れません。そうですね、カールが全然、はい、まだリング入ってませんからね。入ってないですね。そして抑え込んでいきます。小柄なエイドリアン・クエスト、ちょっとダメージが心配です。ちょっと捕まってる時間が長いですね、はい、しかもさっきから叩きつけられてます。なんとか返したいところですが、やっぱりタッグチームであの常に組んでるじゃないですか、あのこのジョレルと、はい、ロイス、はいはい、ロイスはその辺でやっぱりチームワークっていうのが影響してるかもしれないですね。6人になったとしても確かに6人の中で一番、まあ、タッグを組んでるのがこの2人です、はい、さあなだれ式のフランケンシュタイナーで少し返そうとしたんですが、あようやく出てきましたカール。さあカールとそしてロイス・アイザックス、お動きを見て逆水平チョップ、ロープに飛んでいく得意のスパインバスター、
エルボースマッシュ、はい、バックブリーカー、いやーコンディションいいですね。タイトルマッチ明けの試合ということになります。ああなるほど、はい、そうですね。バックアップ、ね、まあ、トムローラーには完封されてしまった、うん、この完封でしたね、はい、カール・フレドリックス、まあ、最後は PK で敗れるというね、うん、試合でございました。あ、早くもフィニッシュ狙いに来ましたが、これはちょっと早かったか。エルボースマッシュ、ロイスがキック、あー、うまい、スタナーから飛んできました、タイミングボディタック、ジョレル・ネルソン、あ、しかしフレトロスさんは間に合いました。いや、この辺はさすがタッグチームです。そうですね、はい、今のはあのよく見てましたね、タイミングとか絶妙でしたね、うん、さあロッサーとロイスがかなり激しくやり合ってます。これちょっと入り乱れてきましたが、はい、試合の権利は今エイドリアンとミステリオソですか。おー、捕まえて DDT、 いや、カールじゃないですか。あ、そうですか、か、あ、そうですね、失礼しました。エイドリアンは試合の権利はないようです。おー、ケブラーダいった、2人にまとめてケブラーダ、カールとミステリオソです。エルボー読んでる、ミステリオソ、ミステリオソも実は久々の試合です。読まれてる、そして狙いに行くか、はい、お庭ってスリーパー、うん、入ってるか入ってるか、マスクが取れそう、ああ、マスクが取れる取れる、そのままマニフェストデスティニー、取れた取れた、マスクが取れた、そのまま抑え込んだ、カウント3つ、大丈夫ですか、これこれは驚きです、驚きですね、柴さん、技行くときにあれ取れたんですかね。もうまさにもね、完封ですね。いや、そうですね、びっくりです。マスク取れるんで、あのタイミングでマスク取ってフィニッシュ、すごいですね。いやー、なんか測ったようにすごいマスクが取れました。これ狙ってたらすごいですけど、いやー、すごいですね、なんかミラクル、いや本当にミラクルがよく起こるリングです。いや、ストロングは面白いですね、はい、これこのまま流しちゃうのもいいですね。ストロング面白いな、いや、中継もストロング、うん、中継スタイルもストロングなんですはい、いや、今のフィニッシュはなんか説得力ありましたね、いろんな意味で、なんか目の覚めるような、いや、なかなかマスクマンのマスクが、フィニッシュなんか投げ技で取れてカバーってなかなか見ないっすよ。いや、私も初めて見ましたね。なんか今それまでのなんか、はい、あの平凡な流れが、一気に吹っ飛んじゃいましたね、マスクとともに。あの、その前にマスク取れるっていうのはよくありますけど取れそう取れそうと思って、はい、スポーンって抜けましたね。いや、見事。いや、カールのね、あの なんていう名前でしたっけ、あの必殺技、マニフェストデスニー、あの威力をね、はい、ちょっと再確認させられました。いや、証明されてしまいました、はい、All right, keep up the hard work, guys. Hey, Royce, where's this one going? Parts unknown. Tokon Shop Global. We ship worldwide.Why, but you finished those Okada orders yet? Yeah, with the new Team Filthy shirt, papi. Genius. Eso, mi gente. The stars of today and the legends of the past come together on your smartphone. NJPW Collection. Pick up cards from special draft events. Use your collected cards to form your own faction or exchange them for limited edition special cards.Check in live from venues or remotely from home to get special tickets and items. Add all of New Japan Pro Wrestling to your collection now. NJPW Collection.
The machine gun and the big LG, man, the good brothers, we came out here for one reason. That's to win this tournament. Violence Unlimited! Violence Unlimited! Violence Unlimited! That was poor word choice, boys, because we will bring the violence, staking claim to our rightful title as the greatest tag team ever to breathe. We are going to the top of this tournament. We got our sights set and winning this whole damn thing. Good brothers, you done messed up because we don't miss. There's honor in violence, and we are Violence Unlimited. It's gonna be that same old recipe in the tournament final of the T3. It's a magic killer, a 1-2-3, and a just too sweet. The devil. さあ、それではいよいよタッグチームタービュランスの決勝戦をご覧いただきましょう。来ました、グッドブラザーズです、はい、カール・アンダーソンとドク・ギャローズ。いやー、柴さんも本当ね、はい、今回トーナメントの本命と言われていた2人がやっぱり上がってきましたね。ちょっとさっきの試合のね、あの余韻がまだ結構衝撃でしたね。いやー、王を引いてますね、はい、私も柴さんも結構長くプロレス見てる方ですけど、いやー、なかなかあんな瞬間って出会わないです。初めてですね。さあ、そんな中2人が入ってきました。あれ以上のインパクトをリング上残してくれるでしょうか。あれ以上のインパクトを残してほしいですね。はい、グッドブラザーズです。新日本プロレスマットに久々に帰ってきました。約5年ぶりの登場ということです。さて、相手はバイオレンスアンリミテッド、この2人です。クリス・ディッキンソンとブロディ・キング、この2人が勝ち上がってきました。柴さん、予想してました、はい、この2人が勝ち上がるっていうのは。いや、知ってなかったっすよ。意外な。でもどうだろうな、こう、うん、そうですね、この機能するのかなと思いながら、はい、ディッキンソンとブロディキングのタッグっていうのが、こうちゃんと機能するのかなと思いながら見てましたね。そしたらあれよあれよと決勝まで駒を進めてきたんで、はい、そうなんですよね。驚きなのが、あの準決勝でね、はい、ウエストコーストレッキングクルー、あのロイス・アイザックスとジョレル・ネルソン、はい、いつも組んでる2人に勝ってしまうっていうね。そうですね、ですからこのなんかやっぱりパワーというか、うん、勢いとパワーのチームですよね。はい、ただそのね、勢いとパワーって意外とこの、ね、ベテランのね、あのタッグチームでね、はい、通用するかどうかっていうところですよね。うそうですね、100戦錬磨ですよ、はい、タッグを組んでる歴が長いアンダーソンとギャローズです。そういう意味ではね、タッグ歴が浅いチームと長いチームで、そのし、ね、試合にどう影響するかっていう、はい、ところも見ものですよね。そうですね。さあ、試合スタートになります。アンダーソンとお、マシンガンポーズで応戦します、お客さんいないんですけども、アンダーソンコールを要求していたカール・アンダーソン。さあ、スタートしました。組み合います。押し込んでいきました。みんな髪型が似てるから。そうなんですよね。押し込んでいったのが今ディッキンソンです。こちらアンダーソン。まあ、アンダーソンの試合見るのも柴田さん、はい、久しぶりだと思うんですけど、どうですか、ですね、5年ぶりにご覧になって。ちょっと体があれで、ね、細くなりましたね。あの肩で、はい、でちょっと胴が太くなったかなということは筋肉が落ちたということですかね。どうですかね。
まあその辺をですから試合運び別の部分でまあカバーしていくんでしょうか。そうですかね、うん、まあでもそれなりにね、その人によってね、体の筋肉が張ってるから、張りがあるから、あのコンディションがいいとかっていうわけでもないのかなと。あ、確かに今ねリング上も体だけ見るとディッキンソンの方がね、はい、あの筋肉がありますから、はい、だからといってそれが試合でどうなるかはまだ分かりません。その体の単純にその筋肉の見た目だけではないんで、はい、ただしっかり作ってきてもらいたいなっていうのはありますよね、なるほど、上がるリングに上がるんであれば、はい、ドラゴンスクリューを使ってきますクリス・ディッキンソン。ディッキンソンがハーフボストンクラブ、もっと交渉を通せばいいですよね。ブロディキングにスイッチしました。お、すぐに逃げろ、この辺はうまい。あ、でもブロディキングと、ね、はい、ギャローズの組み合わせなんかも面白いですね。あ、確かに大型同士の対戦、はい、期待がかかります。またなんか種類の違う巨人というか、はい、そんな感じですよね。そうですね。あ、でかいっすね。うん、あ、ヤローズでかいっすね。いや、柴さんもね対戦されてますけど、やっぱりこの大きさといいますか圧力っていうのはやっぱすごかったですか。はい、いや、そうですね。まあ結構ね、なんか連日にわたってタッグマッチで試合してたんで、はい、まあ、なんていうのかな、 いい意味ではやりやすかったな。改めてでも大きい選手ですね。長いせ、高いですね、背が。うん、でブロディキングと並んでも、あ、身長は高いんだっていうのが、はい、びっくりしましたね。おー、ダイナミック、さあすごい音です。あ、すごいですね。うん、迫力すげえな。倒れません。身長では7センチギャローズの方が高いよ。そんな高いんだ。はい、おー、殴り合いです。かわした。飛んできた。これがあるんです、ブロディキング。いいっすね、あのでかいやつがぶつかり合って飛ぶって。もうこの辺もね、最近はもう標準です。いや、そうですね、いや、ストロングのリングでかいやつ多いっすね。多いんですね。クレイトスしかり、はい、クレイトス、ヒクレオ、はいはい、それからこのブロディキング、ギャローズ、ギャローズ2メートル級がたくさんいます。そして動きがみんな速いんです。そうなんですよね、はい、みんな動けるからすごいなっていう、はい、おっと、この辺がね、うん、ああハイキック、これなんです。この辺のね、ね、チームワークというか、はい、うまいですよね。そうですね、結構ね、あの前回も柴さんおっしゃってましたけども、はい、ギャローズこういうあのキックうまいんですよね。うまいですよね、トラスキックというか、うん、足がよく上がるんです、うん、足長いですよ、結構もう足のサイズもめっちゃでかいですよね。あ、でしょうね、はい、この身長ですから、まあ、靴の光に売ってる誰も買わないサイズの靴ぐらいのサイズですよ、はい、あ、30センチ超えてる感じと。誰が履くんだっていう。いや、そんなの顔面に受けたらたまったもんじゃないですね。そしてアンダーソンと入れ替わります。後ろから2対1の状況をうまく作ります。そしてコーナーに叩きつけるディッキンソンがちょっと捕まってます。なんとか逃れたい。エルボースマッシュ。アンダーソンも、まあ、以前あったロス道場時代からの選手です、はい、ですね、僕ね知らないんですよね。あ、その時は接点なかったですか、はいはい、まあ、最初からではないですよね。そうですね、一期生とかそういうわけではないですよ、はい、はい、わ、飛んできましたギャローズです。この辺は早いんですよね、こういうところが。早いですね。
そして落差のある攻撃、高さを使います。普通のエルボードロップですけど、ちょっとあのセカンドロープぐらいから飛んできた、落差があるんで、ちょっとこれスタミナ奪われてますね。ディッキンソン結構ディッキンソン捕まってますね、はい、この辺のねタッチワークっていうか、うん、もっとね、うまいじゃないですか、はい、ギャローズとアンダーソンは、アンダーソン、はい、その辺やっぱり本当百戦錬磨だなと、うん、そしてここでねまた締め技を使ってくるというギャローズです。ガー地獄突き、これもねよく食らいました。やっぱりそうですかいやうまいですよね、この辺ロープに飛んでいくディッキンソン、ドロップキック、そしてブロディキング、繋いだ方がいいですね、はい、ブロディキング声出してます、うん、手を伸ばしてる。ギャローズが先に起き上がってくるか、相当攻められたディッキンソン、さあ入れ替わりました。お、1人で2人を相手にします。あ、ブロディキングとギャローズもっと見たいですねこれね。お、何するんだ、お2人まとめてセカンドロップ、トップロープ、お飛び乗って、おすごい、お驚きです、こんなことできるんですね、飛ぶ、そして飛ぶ、え、三角飛びですか、お、イブシみたい、走って飛べ、コンヒーロー行った、すっげえ、このサイズの選手がやる技じゃないですよね、なんかもう規格外ですよね、外ですね、あれこんな巨人ってこんな動きますか、今他のリングとかでも、いや他でもなかなか見ないですね、ここまでやる人はジュニアヘビー級がやる動き、わあ、そしてスクラップバスターいった、あ、ダイナミックです、いやいや驚きます、いや驚きですね、この体格でジュニアの動きもやりますこれでも逆にジュニアの選手は困りますよね、こんだけやられるとこの体格でこれやられると困っちゃいますね、困りますよねさあそして、あ、足を引っ張った、あ、うわー、きたきた、でかい足から強烈なブーツです。今はディッキンソンが、はい、あれですかね、試合の権利ですかね、2対1の状況です。捕まってしまった、そして落差のある攻撃、連携が出ました、カウント2つ、グッドブラザーズが押してきます。ちょっと分断されてますね、あ、旋回してのガンスターン、カウントはどうだ、おお、間に合った、危なかったですね、さあ、あ、ガンスターンいった、10 minutes have elapsed. これでブロディキングは場外に落ちました。これ必勝パターンですね、はい、柴さんよくご存知ですよね、マジックキラー、はい、2人でマジックキラー行くのか、ディキンソンなんとかかわしたコーナー、なんとかいいところ見せたい、 DDT、しかし目の前にはアンダーソンがいます、あー危ない、背後から丸め込んだカウント、これでもねリングに2人いるんで、確かに危ないですよ、ちょっと心配ですね、1対1じゃないんで、はい、この状況って、あーやっぱり起き上がってきました、ギャローズが足が飛んできた、これです、はい、このトラスキックから、そしてマネクキラーいった、カウントは三つ開いた、グッドブラザーズ優勝、優勝しましたね、やはり安定感があります、
いや確かに柴さんおっしゃるように最後2対1の状況でしたからね、はい、そうですね、やっぱあの状況に持っていくっていうのはやっぱさすがですね、この2人は。そうですね、ヤロイズとアンダーソン、もう息ぴったりでした。一筋縄ではいかないというかね、タッグですね、はい、本当に比べるとやっぱりね、ブロードウェイキングとディッキンソンはちょっと一人で戦ってる時間が長かったように思います。そうですね。さあこれで優勝です、タッグチームタービュランス、5年ぶりの新日本マット、やっぱり実力者です、実力のあるチームが。いや実力衰えてないですよね、はい、タッグチームとして。この呼吸なんでしょうね、でしょうね、はい、過去に IWGP タッグを2度手に入れたチームです。もう特に合図なくても自然と体が動く、もう絶妙の呼吸でした、うん、アンダーソンとギャローズが、見事このトーナメント、8チームが参加するトーナメント優勝を果たしました。なんか悔しいですね、この外から来てかっさらってって。確かに、うん、そうですね。あ、そして優勝チームには手塚さんが出てきましたね、はい、ここで大丈夫ですか、やられちゃいないですか、ガンスタン食ったりとかないですかね。おじきされて2対1の状況です。あ、トロフィーがちょっとちっちゃいトロフィーですね。そうですね、もうちょっとちゃんとなんかトロフィーらしい、トロフィー確かに用意できなかったんですかね。小さめですね、はい、今手渡されました。ファンタズムだって思っちゃうんですよこれ。あ、確かに以前ファンタズムにあのジャンパーを渡した時怒られてましたからね。あ、そしてマイクです。新日本プロレスリング、ニュージャパンプロレスリング、The Good Brothers、Big LG and the Machine Gun are back。Tokyo、Osaka、Nagoya、Fukuoka、White Soup Ramen、Sapporo、LG Machine Gun Connie Party。Yeah, Fukuoka。Someday soon, Gallows and Anderson want and deserve the IWGP Tag Team Championships. Did you hear me? The Good Brothers want the IWGP Tag Team Championships. And when we want them, we're coming to get them because Gallows and Anderson are Ichiban. Ichiban. なんと、まあ近い将来日本に行くんだと、 IWGP タッグ狙いに行くんだということを宣言しました。いや面白くなってきましたね、タッグ戦線が。そうですね、うん、これはですから、まあ、バレットクラブに加入という、どうなんですかね、うん、流れなんで、まあ、以前のいきさつを考えるとそうだと、今のまたバレットクラブとは、そうですよね、若干違うんで、違いますからね、どういう位置で来るとしたらどういう、ね、はい、ポジションで来るのか、それも楽しみですね。そうですね、あ、でも面白いですね、タッグ戦線がまたこれで盛り上がることは間違いないでしょう、経験とそれから実力を持った、この2人がいよいよ新日本プロレス、まあ、日本のマットに、加わることになるんでしょうか、以上タッグチームタービュランスはこのカール・アンダーソン・ドク・ギャラーズの優勝で幕を閉じる形となりました。お届けしてまいりましたエピソード51、お別れとなります。解説は柴田勝頼選手でした。柴さんありがとうございました。ありがとうございました。Stop.